お母さんってどんな人だったの？すぐに亡くなったから代わりみたいな感じなんだけど、お母さんのこといっぱい話してくれるから、お母さんのこといっぱい知ってるの。お母さんとつながってる感じがするんだよ。だからありがとう、高田くんのおかげでお友達を紹介できた。ありがとう。友達。